さあ、じゃあ、いいよ。そう。オッケー。はい、それ目を閉じたんだよ。そう、いいよ。そう、そう、オッケー、オッケー、いいよ。そう、私よく渋谷の東横の上で遊んでました。パンダの大きいやつ、パンダの大きいやつあるじゃないですか、あれ乗ってました。今回なんかめっちゃラブリーなんですよね。多分こういう感じのは初めてですね。多分こういう格好するのは市川美織ちゃんとか入山杏奈ちゃんとかなんで、逆に入山杏奈ちゃんとかにうちみたいな格好してほしいです。こっからのテンションバーンって上がるパターン、はい、とっていう感じ、はい、キャラ的には大丈夫、自分の設定と、ね、まあ、全然合ってますね。大丈夫、はい、じゃあそれでいく。なるとブーブー。そうですね、ちょっと、はい、今日も声調子いいっすね。えそっちじゃないかーって出ますから。そっちじゃないから。ごめんなさい。はい、ちょっとかっこいい格好してきちゃったみたいな。かわいい格好だった、ごめんなさい。かわいいね。先生。よーい、スタート。そっちじゃないかー。てか、全然似てないし。せっかく今日のためにかわいい格好してきたのに。あのね、はい、カットカット、ボールド、はい、カットです。いかがでしょうか。確認中です。はい、じゃあ今のシーン OK です。はい、ありがとうございます。わかりました、じゃあよーい、スタート。じゃあ行こっか。カット、マックスかわいい、 OK です。では島田さん、ムービーシーン以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こっちで、やっぱり告白というものは緊張するもんですね。すごいやっぱり恥ずかしいですね。やっぱ照れちゃいますからね。やっぱり多分元気なところ、なんかツンデレみたいな感じだと思うので、ちょっとデレデレした部分を頑張って乙女な部分を出して、まあ、出したつもりなので島田なりにそのところを注目してくださったら嬉しいです。ああ、やっぱ優子さんかな。今回はまだ見てないんでわかんないんですけど、ああいうなんていうの、こう芸能人が恋に落ちるみたいな感じじゃないですか。だから今回3の優子さんはどんな感じのシチュエーションかっていうのも気になるんですけど、あと優子さんが大好きなので振ることなんてできないと思うので、なので絶対優子さんかなって思います。はい、私島田遥を選んでいただいて本当にありがとうございます。まあ告白シーン、島田なりにファンの皆様のことを考えながらやったので、その気持ちが伝わったらいいなと思います。これからもよろしくお願いします。バイバイ。そうですね、私は多分休みがあったら会いに行くと思います。それだけですかね。多分その前に電話したりとかメールしたりするのもないと思います。難しいな。でも本当に
その人のことが好きだったら気持ちを伝えるかもしれないけど付き合わないと思います。気持ちを伝えるけどその親友と付き合ってるのに別れさせてまで付き合いたくはないです。やっぱり雪降ってほしいですよね。雪降ってホワイトクリスマスになってほしいなっていうのと、なんか綺麗なイルミネーションを見に行きたいです。多分その場で行くと思います。普通に何歩いてんのって多分言っちゃうと思います。なんで一緒にいんのっていう理由をまず説明してもらいます。はい。